ナンバーアンダーラインアイライブチケット当選のコツを伝授。次のツアーで絶対勝つ。ナンバーアンダーラインアイライブ T シャツ徹底比較。デザイン、サイズ感、着回し術を紹介。ナンバーアンダーラインアイは、平野翔、ガンユータ、神宮寺ユータという3人のアーティストによって結成された新しいユニットで、彼らはすでに多くのファンを魅了しています。彼らの音楽、ダンス、 そして独自のキャラクターの組み合わせは、ライブや新曲の発表のたびに大きな話題を呼んでいますが、特に注目すべきは彼らのファンとの深いつながりです。このユニットは、ただ単にステージに立つアイドルではなく、その存在そのものがファンに対して特別な意味を持っています。ライブツアーやイベントの際には、多くのファンがチケットを手に入れようと競い合い、グッズの争奪戦が繰り広げられることもしばしばです。実際に、 2024年のライブツアーに関しても、チケットは瞬く間に完売し、ファンたちは何とかしてナンバーアンダーライン愛に合うチャンスを得ようとしています。その競争の激しさは、ファンたちが彼らに対して持っている強い愛情の表れです。しかし、それと同時に、ライブに参加できないファンたちもおり、その不満や悲しみの声も聞こえてきます。このような状況は、現代のアイドル文化において非常に一般的であり、 チケットやグッズの限られた供給に対するファンのフラストレーションが高まることもあります。特に、転売問題が深刻化している現状では、正当な手段でチケットやグッズを手に入れることができないファンが増えており、これに対する改善を求める声が日増しに大きくなっています。ナンバーアンダーラインアイのライブにおけるグッズ販売もまた、毎回大きな注目を集めています。ファンはライブ会場で直接購入できるグッズに加え、 オンラインでの販売にも積極的に参加していますが、こちらも非常に短時間で完売してしまうことが多く、手に入れることができなかったファンは大きな失望を感じます。今回のツアーでも、特に人気のあるペンライトやアクリルチャームが即座に売り切れ、多くのファンが、次こそは手に入れたいと強く願っています。ファンたちは、自分の推しメンバーを象徴するグッズを手に入れることで、ライブ体験をより深く味わいたいという気持ちを持っており、 そのたためにに遠征してままでも手に入れれいいという情熱が感じられます。グッズが売り切れてしまったり、チケットが取れなかったりする中で、ファン同士の助け合いもまた、このコミュニティの特筆すべき点です。自分の名義ではチケットが取れなかったけれど、友人に誘われてライブに行けるようになった、という話はよく耳にします。ファン同士の絆が深いことが、このユニットのファン層の強さの一因とも言えるでしょう。 ライブやイベントはもちろんのこと、その外でもファン同士が互いに支え合い、楽しみを共有している姿は、まさにナンバーアンダーライン愛の持つ魅力の一部です。こうした状況を踏まえると、彼らの人気が一時的なブームではなく、深く持続するものであることは明白です。それは単に音楽やパフォーマンスの質だけではなく、彼らの人間性やファンとの相互作用が強力なファンベースを支えているからに他なりません。 平野翔、ガン・ユータ、神宮寺・ユータの3人それぞれが持つ個性的なキャラクターが、ファンの心を捉えて離さないのです。平野はその甘いルックスと繊細な演技力で多くのファンを魅了し、騎手はその明るい性格と真摯な姿勢でファンを惹きつけ、神宮寺はクールな魅力と高いダンススキルで存在感を放っています。特に平野翔の存在感は大きく、彼が所属する以前のグループでも中心的な役割を果たしていたため、 彼のファン層は非常に広範です。しかし、ナンバーアンダーライン愛になってからは、士と神宮寺もまたその才能を存分に発揮し、ユニット全体としての調和が取れたパフォーマンスが話題を呼んでいます。3人の個性がぶつかり合うことで、ファンにとっては見応えのあるエンターテインメントが提供されており、そのギャップや意外性が一層の魅力となっています。また、ナンバーアンダーライン愛の活動において特筆すべきは、 彼らが音楽だけでなくファッションやアートにも強い影響を与えている点です。特にライブグッズのデザインは非常にスタイリッシュで個性的なものが多く、ファンはそのデザインにも大きな関心を寄せています。今回のライブツアーでも T シャツやアクリルチャーム、テンライトなど、どのアイテムも非常に人気が高く、デザインや質感にこだわったアイテムが揃っています。これらのグッズは単なる記念品ではなく、 ファンにとっては彼らのライブ体験をさらに深めるための重要なアイテムであり、そのデザインにも強い愛着を感じるファンが多いのです。特に、今回のツアー T シャツのデザインは、90年代から2000年代のバンド T シャツを彷彿とさせるロックな雰囲気があり、懐かしさと新しさが融合した独特のスタイルが特徴です。ファンの中には、そのデザインに驚きつつも、徐々に愛着を持つようになり、 この T シャツを着てライブに行くのが待ちきれないと語る声が多く聞かれます。こうしたデザインのこだわりもまた、ナンバーアンダーライン愛が他のユニットとは一線を画す理由の一つと言えるでしょう。しかしながら、こうしたグッズやチケットに関する競争が激化する中で、ファンの中にはフラストレーションを感じる人も増えています。特に転売問題は深刻で、正規の方法で手に入れることが難しくなることが多いです。これに対して、 ファンたちは公式からの対応を求めていますが、なかなか根本的な解決には至っていないのが現状です。これにより、ファンは、どうすればもっと多くの人がナンバーアンダーライン愛のライブに参加できるのか、といった新しい課題に直面しており、今後のファンコミュニティの在り方についても考えさせられる問題となっています。このように、ナンバーアンダーライン愛はその音楽やパフォーマンスだけでなく、ファンとの強いつながりや独自のスタイルによって、 ままますすす多くの人々を魅了しています彼らの人気が今後どのように進化していくのか、そしてファンとの関係がどのように深まっていくのかは、非常に興味深いテーマです。ファンたちの情熱とサポートに支えられたナンバーアンダーライン愛の未来は、今後もさらに輝かしいものとなるでしょう。さらに、ナンバーアンダーライン愛の今後の成長において、ファンの力がどれほど重要かを理解することは欠かせません。 彼らの成功の背景には、ファンたちの無償のサポートと愛情があります。ライブでの応援はもちろん、SNS やファンミーティング、イベントでの関わり方も含めて、ファンたちは常にナンバーアンダーライン愛を支え続けています。SNS を通じてファンたちはライブの感想やグッズ購入体験を共有し、これによって一層のコミュニティ感が強まっています。また、 ファン同士がライブチケットの抽選に落選した際に助け合い、連邦の公演に一緒に参加するなど、まさにファン同士の結束も強固です。このように、ファンとアイドルの距離が非常に近いのが日本のアイドル文化の特徴でもあり、それはナンバーアンダーライン愛にも当てはまります。ファンはアイドルの成長や変化を自分自身のことのように感じ、まるで家族のような一体感を共有しています。このような感覚は、 特にナンバーアンダーライン愛の3人がこれまで長い間エンターテインメント業界で活躍してきた背景を考えると、非常に強く感じられる部分です。彼らが経験してきた試練や成功を共に体験してきたファンたちにとって、ナンバーアンダーライン愛のライブや音楽は単なる娯楽ではなく、共通の歴史や思い出が詰まった特別なものです。また、彼らの活動が多岐にわたることも、ファンの支持を強く引きつける理由の一つです。 音楽活動だけでなく、映画、テレビドラマ、バラエティ番組など、さまざまなメディアで彼らの姿を見ることができるのは、ファンにとって大きな喜びです。特に平野翔は、その俳優としてのキャリアでも成功しており、岸優太や神宮寺優太もそれぞれのフィールドで活躍しています。これにより、彼らの多彩さが一層際立ち、ファンにとっては常に新しい発見と楽しみが提供されているといえるでしょう。 ただし、これほどの人気を誇る一方で、ナンバーアンダーライン愛が直面する課題も無視できません。特に、今後さらに多くのファンに依頼られるような体制づくりが必要とされています。ライブやイベントの規模を拡大し、より多くのファンが直接彼らと触れ合える機会を増やすことが求められています。また、チケットやグッズの購入方法についても、現在の混乱を改善し、 ファンがストレスなく体験を楽しめる環境づくりが重要です。